演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちっきなさんまのカフェの森永ミルクキャラメルクロワッサン、ジャガバターミルク、そして3種類のパフェを食べます。キャラメルナッツ、チョコナッツ、チョコイチョコ。前にそのままジャガバターにしてまあ、それではチャンネル登録よろしくお願いします。ジャガバターデニッシュからいただきます。デニッシュ生地とジャガイモバターがよく合っていますね。マヨネーズもちょっと入ってるのかな。濃厚なキャラメルがいいな。まさに森永ミルクキャラメルの味だ。チョコレートはビターで大人の味わいだね。こういうのいいな。でもちょっと変かもしれない。こちらのチョコはビターでイチゴは甘酸っぱいけど量が少ないからちょっと変化足りないかな。キャラメルもほろ苦くて大人の味わいですね。だけどもうちょっと変化あってもいいかも。で、変化ばっかり求めてるな自分。パフェのアイスを食べるのは嫌なので一気に食べちゃいましたけど、まず最初に食べたジャガバターデニッシュ、ジャガバターのホクホクとした甘さが口の中に広がっていて、サクッとしたデニッシュがよく入っていてとっても美味しかったです。ただもう一パンチ何が欲しいかなと思うような部分があるので、こちらも添付させていただきます。続きまして食べましたこちらの森永ミルクキャラメルクロワッサンは、サクッとしたクロワッサンを噛んだ瞬間に森永ミルクキャラメルの独特な甘さのある濃厚なキャラメルの風味が口の中にふわっとクリームとして広がってきて美味しかったです。クリームもかなり濃度があって本当にキャラメルの中に入っているような感じでしたね。なのでコラボとしてとっても良かったと思います。もう文句なしのこちらの点数とさせていただきます。そして次に食べたチョコナッツは、チョコレートがあまり甘いタイプのチョコレートではなくて、どちらかというとほろ苦い大人の味わいで、そのザクザクとしたコーンフレークやアイスとよく合っているとっても美味しかったです。少し大人な雰囲気を楽しみたい方にはおすすめのパフェなので、こちらの点数とさせていただきます。ただ甘いチョコレートが好きな方はちょっとかもしれませんかね。で次に食べるチョコイチゴもチョコレートは去年に同じで、トッピングがイチゴが入った分その分甘酸っぱさが加わっていてちょっと変化が入るような感じですね。ただイチゴはちょっと弱めで、イチゴと求めてしまうとちょっと 物足りないような部分がさっきからちょっとでばかりでの物足りなさがあるかもしれません。なのでこれは個人的にはナッツと変化が欲しかったなといういちごを求めてしまった部分が申し訳ないけどありましたので、こちらの点数とさせていただきます。そして最後に食べたキャラメルナッツのキャラメルもどちらかというと甘みがない控えめの苦みが強め大人向けのキャラメルで、今まで食べてきたキャラメル商品がちょっと違った印象がありましたね。なのでチョコレートのまた違った大人の味わいも楽しみたいキャラメルでいいと思います。これはキャラメルには大人の味を求めてしまうタイプなので、これもこちらの図だと思います。これはですね、これもだとさっきと悪い方からまとめている感じなんです。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。縁も振っていいね。